選手頭は江戸幕府の役職の一つで、職生上は若年寄りに属し、幕府の船舶の管理と会場運輸を司った。役料は足高のせいによれば700石高である。徳川家康の下で大阪の陣では豊臣方の会場輸送を阻止し、その働きから武勇の人の近所にして、もいとり同心を率いて、 海水道の差し引きをすると称された海賊州だったが、幕府の支配体制が確立されると、平時の役割が求められるようになる。そのために、官営9年に選手頭が設置され、軍艦の管理と海上輸送に関わる事務をその役目とされた。また、1640年からは、九州と四国への巡回もその役目に加わった。造船の役目も追っており、 家光の命で、餃子船あたけ丸を建造し、二度観観式が行われた。その後、五代目、将軍、綱吉の代には、あたけ丸の解体役を命じられ、これを実行する役割も果たした。選手頭は1862年に制度が廃止され、軍艦奉行がその職務を引き継ぐことになる。海賊衆という前身から転じたものが多く、その特殊性から当初は、 接収を認められた向井氏をはじめとして、水運に関する技能を持つことが就任の条件となっていた。5名の定員は、学生の初期において、向井氏、間宮氏、久喜氏、小浜氏、石川氏、小笠原氏らによって占められている。だが、時代が下るにつれ技能の必要性が薄れ、幕府の出世コースの1ポストという位置づけになった。選手頭の下には、選手同心、 選手も一人、お飯見船役といった役目の者たちが配されていた。基本としては、選手等一人につき、選手同心は30人、選手過去は50人が付けられたが、筆頭の向井氏は、同心130名、過去84名と、お飯見船役を指揮した。向井氏は、選手頭の筆頭とされる存在であり、唯一の世襲が許されたことと、お飯見船役の上位に、 位置づけられていた点で特色があった。向井氏は武田家海賊州に属していたが、武田氏の滅亡後は徳川家康に仕える。向井正綱は国一丸を与えられるとともに、三船奉行に任じられ、その子の忠勝とともに、大阪の陣では王の春ながらと交戦した。その功により、向井氏は六千国の領地とともに百名の、もい同心を抱えることが許され、 徳川家光の代にはその人員は130名にまで増員される。向井氏は、忠勝の逸を、西方の系統によって幕末まで、選手頭を受け継いだ。向井氏の管轄の船舶としては、将軍の乗船する、おし船の天地丸をはじめ、天神丸、川口丸、竹内丸などが挙げられる。三船図あ丸。十九世紀の創造図。寛永七年。 お召し船として、天地丸が家光の命で作られた。天地丸は、全長28メートル、幅10.8メートル、高さ1.9メートル、矢倉数は76丁という積載量戦国の船舶であり、江戸の中期まで使用されることになる。家光は、同年6月25日に、観艦式を行い、天地丸に乗船して向かい親子の功を称し、 廃下のもいとり同心の数を130名に増員した。また、翌8年にはそれを大幅に上回る巨船あた丸の造船に取り掛かり、官営11年10月に完成した。その観艦式は、官営12年6月に取り行われ、あ丸は30艘の船行列の機関として、品川沖を航行した。その様子は、江戸図屏風として現在に伝えられている。 家光は、あたけ丸の異様と、向井忠勝らの総選を称用し、あたけ丸に、天下丸と称することを許す。しかし、あたけ丸は、その巨大さゆえに数百人の人員を要し、一説には十万国分に相当する費用がかかったことから、五大将軍、綱吉の下で改革に着手した、勝手がかり老中、堀田正俊によって、天那2年9月に解体された。解体役は、 建造を行った、向井忠勝の孫にあたる向井正盛に命じられた。先手頭の役屋敷は霊岩島にあり、先手頭の屋敷は日本橋兜町付近に集中している。これらの屋敷は当時海賊屋敷と俗称を与えられていた。向井氏の屋敷内には、源義家の兜塚があり、後の兜町の由来の一つになったと伝えられている。 秋吉大六笹様かも笹様加も当初は7名、加も定員は2名でおし船を管理し、将軍家の水上漁業に関わる役職者様、加かも笹馬笹馬笹馬が馬う。ありがとうございます。